皆さんこんばんは。1月29日月曜日、日本文化チャンネルさくら沖縄の声のお時間です。当番組は2000人委員会、友の会、共産広告、広告主、総 TV をご覧いただいている皆様のご支援でお送りしております。改めましてこんばんは。喉の調子も良くなりました。私、チャンネルさくら、沖縄支局月曜日キャスターのボッキーテドコンでございます。いや本当に長らく喉がねガラガラしていたんですけど、皆様のおかげをもちましてどうにか治りました。まあ、実は先週の半分は、東京の方におりまして、やんごとなきことに、はい、この東京の街を徘徊していたんですが、まあ、それでも思いっきり寒い中、風もひかずに帰ってまいりました。まあ、この時ばかりは私を包む、この分厚い肉に少々感謝をしている次第でございます。今夜もまた怪しげな大きな左翼のハレンチで凶暴な姿をお送りしたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。はい、皆さんこんばんにゃん。最近スマホゲームの荒野行動っていうサバゲーにめっちゃハマっていて、リーリーを寝かした後ずっとやっています。寝る時も目を閉じると、お、敵があっちに行ったぞとかちょっと考えてしまうみさきです。よろしくお願いします。はい、やばいです。サバゲーですか？はい、いやでもみさきちゃん前にね、あの、はい、サコムさんとサバゲーの、はい、ロケ行った時に、はい、なんと、ね、メイドの格好をしてサバゲをしてですよ、この美咲ちゃんの太ももに弾が当たって、はい、痛い痛いって言いながら思いっきり片手でブシブシブシって打ってたことを思い出したんですけど、やっぱり面白いです、はい、あの時はなんかサバゲ初めてだったんで何も、あ、面白いなくらいだったんですけど、最近本当にハマってるんで、もう一回行きたいです。もう次はちょっと勝てる気がします。今度はあのピコピコじゃなくてビシビシ打ってみたいですか？本当にやってみたいです。いやぜひあのスタッフの皆さん、今度サコムさんとまたサバゲのちょっとロケの時美咲ちゃん同行して思いっきりあの連射させてやってほしいなと思うんですけど、あの、はい、サバゲに行くと美咲ちゃん打つとプシュ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 ってきますからね、はい、あのピコピコじゃないですかね。避けないといけないですね。結構あの楽しいかと思いますけど、はい、まさかこれであの変な HK 仮面とか打たないようにしてくださいね。はい、いや本当に今日もあの美咲ちゃん、はい、本当に動画も写真もたくさんありまして、はい、まあ普段前振りだけで私たち10分喋るんですけど、うん、今日喋ったらテドコンさん時間ありませんよって釘刺されてますんで、早速、はい、トントンと行ってみたいと思います、はい、いつものコーナー、今週の自衛隊では、フリップの方をお願いします。はい、どうぞ。こちらです。デイ、はい、こちらが陸上自衛隊那覇駐屯地に提示されております、緊急患者空輸と不発弾処理の復帰後の累計です。こちらが1月29日本日のものとなっております。緊急患者空輸が9247件、不発弾処理が36699件、36699件です。はい、いやこれ結構ね、もう本当に毎週増えてるのが、はい、まあ、わかるんですけど、うん、まあ、このように一生懸命やっぱり頑張ってる自衛隊の方々に対し、まあ、沖縄のいわゆる革新と言われている人たちは非常に心ない言葉を投げつけたり、まあ、特に離島のある新聞社に至っては、自衛隊が来ると犯罪が増えると、まるでなんとかリンゴみたいな、ね、本当に人とは思えないような言葉を投げつけたりするんですが、まあ、離島こそ、こういった自衛隊の方々に大変お世話になっており、本当にこの人の命を救われたり、まあ、時には運ぶ手段がなくて、まあ、腐るしかなかった農産物を運んでもらったり、非常にお世話になっていると思うんですよね。まあ、そういったところに目を向けず、まあ、己の薄汚い本当に泥のような匂いがするイデオロギー、まあ、それを振りかざし、まあ、自衛隊の方々を貶めるっていうのは私はいかがなもんかと思っております。まあ、我々は、自衛隊の方々に対し感謝
をすることはあっても革新の方々のように貶めることはあってはならない。自衛隊の方々はこの国家と、国土国民を守っていただいてますが、この自衛隊の方々の名誉と尊厳を守るのは、我々国民しかいない。それを胸にですね、これからも自衛隊の皆さんを応援していきたいと思います。平素の、ご活躍誠にご苦労様でございます。ありがとうございます。さて、こちらから美咲ちゃん、ちょっと自衛隊の方にも関係のある話なんですけど、2001年、平成13年に、この九州の、南方の海上であるとんでもない事件が起きたんですよね。どういった事件かと言いますと、北朝鮮、今話題の北朝鮮から、工作船、この工作船というのはどういった船かと言いますと、外見は漁船のような形をしていて、実際にこの日本の領海に近づいたり、中には中に入ってきてですね、漁をするふりをして、麻薬を運んだり、工作員を送り込んだりする船なんですけど、その時に一隻の船が米軍によって発見されたんですよね。その米軍から自衛隊の方に連絡が行き、自衛隊から海上保安庁の方に連絡が行った。そしてそこから追跡が始まったんですが、見つかった時にはこのいわゆる日本の排他的経済水域の中で操業している疑いがあるということで、臨検をしようということで海保は追いかけております。これが12月の18日、非常に寒い時なんですけど、海保の度重なる停船命令に従わずに逃げた船、この船の名前はいかにも何か中国の船のような名前が書いてあったんですが、実際はそうではなかったんですよね。外観は全くちょっと遠洋漁業船のような雰囲気だったんですが、後になってとんでもない船だったっていうのが分かります。当時海保が撮影をした動画をですね、ダイジェストで作ってありますんで、一つ勉強ということでこれをご覧になった後、現在その船がどうなっているのか皆様と一緒に見て考えてみたいと思います。では本日最初の動画でございます。どうぞ。Thank you.
よかったらね。いや、美咲ちゃん、こういった船がですよ、まあ、日本の実はの近海、日本の領海の中にも実は入ってきているんですよね。で、当然ながら日本と仲良くしようっていうような意味ではなく、この後になって分かったんですけど、この日本に北朝鮮で作ったいわゆる麻薬、覚醒剤とか麻薬を持ち込む、そして帰りに日本から北朝鮮に輸出が禁止されている商品、例えば軍需的に転用可能なものとか、あと将軍様が大好きな嗜好品だったりとか、で中にはですね、私が思うにはこういった工作船の大きなものにはやはりこう日本各地から拉致をされた拉致被害者が連れ込まれてた可能性もあるのではと私は思っているんですよね。まあ、なぜそのように思ったかと言いますと、実際に私、先週この横浜に行きまして、この船見てきました。あ、見てきたんですか。横浜港に、実はこの不審船の、展示をしているところがあります。海保の資料館というのがあってですね、そこにこの翌年引き上げられたこの不審船が中に展示されているんですよ。もうあれを見た時に私はその大きさにまず驚きましたね。この全長が30メーター、このスタジオがですね、美咲ちゃん、だいたい15メートルぐらいですから、船の長さがこのチャンネルさくらのスタジオの横の長さの2倍ぐらいあるんですよ。めっちゃでかいですね。でかいでかい。そして幅がですね、5メーター近く、っていうことはこのスタジオより少し大きなぐらい。そうですね。まあ、どちらかといえばでっぷりと太った形ではなく、細長いような形、そして平らな船底ではなく、そこにこう切り込んだ形になってるんですけど、まあ、これはいわゆる、走破性、荒い海の中でも走れるような仕組みになっているものと、あとスピードを出すようになってるんですよね。まあ、これはなかなか写真とかで皆さん見たことあると思うんですけど、現物を見るとこのような大きな船が日本のすぐ近くまで来て、日本に対し悪意を持って行動してたことがいかに怖いことなのか、そしてこの船に何が積まれていたのか、ぜひこの動画で確認していただきたいと思います。では本日2番目の動画でございます。どうぞ。
いや本当に皆さんいかがだったですかね。やはりこういった写真とかで見るのと全く違いまして、動画で見ますと、この工作船の規模、そしてこの工作船の構造などがよく分かったと思います。で、外見は、遠洋漁業船のような形をしていますけど、後ろがパコッと開いて、そこにまた別の船が入っている、そのまた船の中にはまた別にゴムボートが入っているということ、ロシアでなんか人形の中に人形が入ってるのが最後のサビッチが出てきたりしてまあそんな感じでなってるんですよ、はい、そして中には水中スクーターといって、はい、水中でですねモーターを回してこう走るやつまで入っていまして、まあ、本当にこういったので日本の中に入ってきて、まあ、人間を下ろしたり逆に乗せたりしていたとしたら、本当にこれは、国防上非常に有識問題でございます、まあ、日本という国は周りをすべて海に囲まれている海洋国家でございますので、私はもっともっとその海上警備、はい、海上保安庁、そして海上自衛隊の規模をですね、私はもっとやっぱり拡大をするべきだと思います、まあ、外敵が入ってくるとすれば海からしか、ありませんので、その海からの守りというのを強めることは、この国民の安心に直結することだと思います。そしてこの掲示板に、この麻薬の密輸についての記載はありましたが、拉致被害者が、まあ、この船で、さらわれた可能性については何一つ、まあ、書かれておりません、今後ぜひ、日本からは1000名余りの方々が行方不明になっております。そういった中でこの船によって連れ去られた人がいる可能性もあるのであれば、ぜひこの掲示板、はい、説明板にはきちんとその旨も記入していただければなと思っております。さて続きまして、はい、この沖縄の新聞、はい、まあ、お笑い沖縄タイムスということで私、はい、見てちょっと、はい、っていうのがありました。これでございます。トン逃げる練習確かに戦時中、すごいですね、逃げる練習確かに戦時中、はい、戦時中って言ってますよ、はい、今戦争が起きてるような話を書いていますけど、はい、これ何かと言いますと、はい、これ沖縄タイムスの NIE 新聞を教育へという、うん、もので、この生徒たちが書いた作文をここに載っけております、はいはい、新聞は人文に変わると、本当ですかね、はい、新聞を読むとあうあうして振り文になる可能性もあるんですけど人文かなと思います。さて、はい、中見ると、はい、こういうふうに書いてますね。私は普天間第二小学校のグラウンドにヘリの窓枠落下の後学校の上は飛行しないという記事を見ました、うん、すると
すでに飛んでるっていうことを見て、私は驚きました。こんなにすぐ約束を破りヘリが飛ぶもんなんでしょうかと。極力飛ばないと言ってるだけで、絶対に飛ばないとは言っていません。ここでもきちんとした教育がされていません。そして他にも新聞にはまるで戦時中という言葉も書かれていました。新聞に書いている言葉をそのまま鵜呑みにしちゃっていますね。はい。そして逃げる練習なんて今が平和の世の中ならする必要がないはずです。平和だからこの子は今まで何の不自由もなく成長してきたんですよ。平和っていうのは守ってくれてる存在があるから平和なんですよね。エデンの園みたいに口を開けて待ってれば上からマナが落ちてくるのとは違います。この平和を守るために海保や警察自衛隊の方々が命を懸けて守ってくれたからこうして平和の世の中があるのに、はい、逃げる練習なんて必要ないというんであれば、じゃあ火山とかね、津波で逃げる練習も必要ないっていうことになっちゃうわけなんですよね。まあ、こういったのを見ても私思うんですけど、本当にこの新聞っていうのは、まあ、沖縄の子どもたちにとって害悪にしかなっていない。やっぱり偏った情報を子どもたちに、この注入することは教育ではなく洗脳だと思っております。そういった中でこれすごいですよ。県内のいじめ認知12,482件、16年度前年比5倍、一挙に5倍に増えてます。はい。教職員組合が基地の前でね、ワウワウするのがどん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 盛んになるのと比例するかのように県内のいじめも増えています。これはね、学校の先生が、まあ、生徒と向き合うことより組合活動、政治闘争に明け暮れている結果、こういったことを招いているのではと私考えておりますが、まあ、教職を目指したんであればぜひね、本来の、精神に立ち返ってですよ、はい、オスプレイ反対、米軍は出ていけってね、覆面して学校の、ね、旗を掲げてあうあうするのではなく、ぜひ生徒と向き合ってこの沖縄の子どもたちを、ね、育む健全育成に努めていただきたいなと思っております。では美咲ちゃん、こっちから行ってみたいと思います。よろしいですか。皆さん行きますよ。今週の沖縄さよかよ。来ましたよ、はい、本当に今日も来ました。本当にね、もう下劣な左翼話、今日もたくさんございます。まあ本当にこの沖左翼っていうのは先民思想があるんですよ。自分たちは一般民衆より優れてるんだ、すごいんだ、偉いんだっていう感じで上から目線、そういった中で今回こんな話が出ております。ドン、パンダ誘致図れということで、パンダだそうですよ。知事が中国に働きかけようということで、はい、まあ、いわゆる沖左翼の面々、はい、この写真の一番右のおばちゃまは、はい、辺野古でですね、まあ、自衛隊員の股間を掴んだおばあさんと一緒にゲヘゲヘ笑ってたおばちゃまでございますし、はい、一番右に、あ、左にいる方は、まあ、これタコテロといって、テロまがいのことを呼びかけた、はい、元新聞社の方でございますね。まあ、パンダ誘致図れ、このパンダ、美咲ちゃん必要だと思います？パンダ、なんか結構テレビでいろいろ騒がれてるけど、自分はそんなにパンダそこまで興奮しないです。そうですよね。うわーってならないです。いや、私はね、はっきり言ってパンダっていうのはこれ中国のパンダ外交に使われてるかわいそうな生き物だと思ってますし、最近になって急にこの名護市長選挙で、いわゆるオール沖縄革新側の稲峰さんという方がパンダを言い始めた。前回の選挙ではジュゴンジュゴンって言って、ジュゴンかわいそう、サンゴかわいそう、ウミガメかわいそうって言って稲峰さんに入れた人たちがいっぱいいる。今度はジュゴンのジュも出さずにパンダを誘致しようって言って、はっきり言ってね、市民バカにしてるんかと私思いますよね。前回はジュゴン、今度はパンダ、もう自分が選挙に勝つためだったらどんなことでも使う、
動物使うっていうのは本当に卑怯だと思いますし、まさにこのフリップの通りですよ。トン。ちょろいもんで座って。そう。あのね、本当にあの、はい、私これ名護市民バカにされてると思います。前回はジュゴンでね、コロリと言った。ジュゴンかわいそう。今度はパンダかわいいになっちゃったんですよね。だからいわゆる自分たちは頭がいい、一般市民は動物を出せばすぐ騙されるというふうに多分思ってるんだと思うんですよね。だってパンダっていうのは室外で中国はレンタルします、プレゼントじゃないんですよ。はい、あの右手にいる目の細い方が今パンダを、ね、手にしている方でございまして、習近平さん、はい、でございますけど、ただじゃない、年間約1億円のレンタル料、1億円もかかるんですか。施設の維持費がだいたい1億か2億かかります。当然入場料でペイできるはずもございません、はい、結局市民の負担が増えるだけのものにですね、はい、あのこうやって選挙の道具に使うのは私いかがなもんかと思っておりますし、このさっきのフリップの左側の人、これ稲峰市長そっくりですね。ちょろいもんですわと、もう本当に名護市民をバコにしてるんかなと思うんですけど、今度はこんなことまでやってます。名護市長選挙の稲峰市事務所違法設置、県が是正勧告ということで、ここに見えるこれ稲峰さんの選挙事務所、プレハブ立ってますけど、なんと無許可で立っててしまったということでありまして、まるで辺野古の違法テントそのものでございますね。ちょっと上等にしたバージョンみたいな、はい、でこういってね、はい、県はもう建築基準法では、短期的な、ね、仮設構築物についてもちゃんと、申請をしなさいっていうふうに言ってるんですけど、そういったことは全くやっておりません。本当にこの人たち、違法テントのノリで作っちゃった、まあ、いかにね、あの憲法9条を守ると言ってる連中が、はい、法律を守らないのか、これではっきり分かると思いますけど、本当にね、ハレンチ極まる順法精神ゼロの人たちだなと思っております。そしてこの、稲峰さん、今度こんなこと言ってますと、名護のことは名護んちょが決める、はい、名護のことは名護んちょが決めると言ってかっこいいことを言っております。今市長選竹縄でございまして、そうですね、うちなんちのことはうちなんちが決めるって言ったのは照屋監督先生、社民党。今度は稲峰さんは名護のことは名護んちが決めると言っておりますが、実態はどうなんでしょう。トン。東京からお越しでございます、これ言ってると、はい、はい、東京からお越しでございました。本当に稲峰さん応援されてますね、はい、さて次はどこからお越しでしょうかね。トン。三重県からお越しでございます。三重県からも来るんですか。三重県からもお越しでございます。はい、名護のことは名護んちょが決めるんですけど、はい、三重県からお越しでございます。続きまして、トン。まだいるんですか、韓国。それも、ま、名護のことは韓国人が決めるですかね、はい、それも子供ですね。いやちょっとだんだんおかしくなってきましたね。どん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 次いきます、はい、トン。はい、名護のことは関西人が決める、なんか言ってることと現場が全然違いますよね。全然違いますね。それに辺野古なんて地元の方々ほとんどいないですよ、一人か二人、残りの数十名、はい、みんなよそ者ですからね。はい、名護のことは関西が決める、すごいですね、関西生子ですか。次、名護のことは京都が決める。まだ京都はい、何ですか、なんかよそ者ばっかり湧いてますよね。すっごい、いや名護市内、あの今選挙期間中、はい、なんか知らんけど県外の人がとっても多いんですよ。本当ですか、はい、うろ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 してます。3名1組で、それもあのトラメガ持ってね。はい、次、名護のことはまだ広島が決めるめっちゃ来てるじゃないですか。来てますね、本当に来てますね。はい、名護のことは広島が決める、いや本当に名護市民これでいいんですか。私ちょっと悲しくなってしまいますけど、名護のことは住所の定価
一番怖い一番怖いですか。もう勘弁してください。もう本当にもう どうなんですかね。いや本当にもうどん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 出てきますよ。ほらこれも名護のことは県外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 、稲嶺さんを応援してる人こんなのばっかりですよ。そして違う県外が、はい、次名護のことは、うん、ヤギが決める。県外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 国外、県産はヤギばかりと。どうですか美咲ちゃん、ちょっとこれヤギは決めれないから結局県外の人たちが決めちゃうんですかね。そうなんですよね。名護のことは名護んちゅうが決めるって言って、中身みんなこんなのばっかりじゃないですか。はい。そしてね、貼ってるバーナーもこれですよ。ピース連帯静岡、はい、はい、次北海道、めっちゃへえ、そんなにいるんですか。北海道、次韓国、もういい加減にしてくれと言いたくなりますよね、はい、本当に大丈夫ですか。はい。そしてこれ、あの昨日の辺野古です。未来へ進むと書いてね、あの稲嶺進むと書くと公選法違反になるので、はい、こういうふうに書いてますけど、これ立ってる連中全部県外でした、そしてこれ名護市内走っている、はい、あの外線車、はい、なんと大宮ナンバー県外ですよね、はい、大宮ナンバーでなんとコンペイトーのこれ外線車なんですよね。はい。そしてこれも昨日の名護、稲嶺さんが演説をするテントのところにあったこれなんて書いてるんですか。読めないですね。本当にこんなのばっかりで、でね、この人たちすごいんですよ。普段からあの街中で違法外線やってます、まあ、その様子を地元の方が撮って送ってきてますんで、ちょっと短いんですけどご覧いただきたいと思います。高台から違法外線をする、いわゆる稲嶺陣営の運動員でございます。ではどうぞ。なかったでしょうか。だからこそ安倍内閣は何が何でもこの名護の市長選挙で相手候補を勝利させるために、物といい金といい人といい、この名護にたくさん皆さん持ち込んできたのではありませんか。皆さん、辺野古の地の問題、米軍再編交付金というのは未来永劫にいただけるお金ではありません。基地建設との引き換えのお金、しかも皆さん10年が限度と言われているこのお金であります。この10年を限度としてお金もらって200年持つような基地を作って、この被害を被るのは誰でしょうか。今を生きる私たち親の時代ではなくて、子供たちや孫たちやひ孫たちの時代がまさに基地の被害を被るんじゃありませんか。とりわけ名護の皆さん方にとっては、あの2年前の20歳の女性が無残な殺され方をいたしました。多くの県民の皆さんが心痛め、とりわけ親御さん、いやこんなのまだ本当序の口なんですよ。序の口ですか、はい、こういった車がね、はい、本当無数に市内を走り回ってる、はい、で3名1組、これ全部県外の人間なんですよね。3名1組で、はい、あの名護市内一軒一軒訪ね歩いて、あの稲嶺さんお願いしますということで行って回ってるんですよ。これも、はい、告示のずっと前から、まあ、私のところに入っている情報では、県外から、600名、はい、600名の、はい、運動員が、この名護市内に入っているということで、確かにこの稲嶺陣営の事務所と、はい、いうかアジトですね、はいはい、あちこちにあるんですけど、レンタカーがいっぱい止まってるんですよ。レンタカーばっかり。で、実は昨日も私高速に乗って、あの名護に向かっている途中、レンタカーにですね、でっかいスピーカーを乗っけた車が走ってたりしたんですよね、まああいったのを見ると本当に、名護大丈夫か、こんなよそ者にあの好きなようにされて名護市民黙ってんかっていうふうに思っちゃったんですけど、まあ、黙ってなかったのがなんと県知事、大長知事、あの浦添市長が軍港の件で話し合いしましょうって言ってるのに、忙しくて会えないと言ってるのに、
なぜか名護の町に現れました。それも、名護市長選挙告示前に現れて、はい、なんと応援演説をしたという動画が撮影をされておりますので、はい、まずこれをご覧いただきたいと思います。ではこの尾長知事のいわゆる事前運動、はい、応援ですね、これを見ていただきたいと思います。地元市民からの提供でございます。ではどうぞ。心からお願い申し上げまして、大きな声でお話をいたしましたが、私自身のここでのお挨拶に代表していただきたいと言っていえいえです。どうもありがとうございます。お車の中で失礼します。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。来週の中から出てくるのご声援、本当にありがとうございます。どうもこういったところではありがとうございます。ありがとうございます。いられる人の頑張りが選手のお話でございました。ありがとうございました。それでは第9位は小田の春日芸術審査。それでは小田の春日芸術審査いや、笑い事じゃないですよ。全然笑い事じゃないですよ。まあ、ああいうふうに平気で、はい、違法凱旋やってる、はい、お手伝いをしてる知事なんですけど、まあ、最近本当にこういうこと言ってますよね。と、はい、米軍全体がクレイジーになってるって言うんですけど、私は知事もおかしいんじゃないかと思うんですよ。なぜかと言いますと、ああいうふうに名護に来てですよ、事前運動を一緒にやってるその予定表を見ると、これ知事の予定表、1月23日あれ午後なんですけど、真っ白けなんですよね。この日何にも入れてないんですよ。なのにここに名護に出現している。すごいですね。いや本当に、あの浦添市長と会う時間はないのに、何も書いてない時に名護に行ってたっていうことで、そしてこれが最新の予定表、ハイサイオナガヤイビンっていうこれに書いてあるんですね。はい、尾長さんですね。これ新しいやつですけど、本当にお忙しいですね。こっちも真っ白け、はい、27日も真っ白け、28日も真っ白け、29日今日月曜日、幹部会議、はい、多分1時間ぐらいかな。で場所は知事室、はい、あとは何にも入っていない。こんなに忙しい知事、なかなか他の都道府県では美咲ちゃん私いないと思いますけど、美咲ちゃんどう思います？本当に忙しい方ですよね。はい、いやすごいですよ。でもこの知事の、まあ、お忙しいその多忙を支えているのは、あのなんとコンペイトーらしいですよね。コンペイトーさんがこの沖縄県知事を一生懸命、まあ、物心両面から支えてるということで、なんでコンペイトーかといいますと、こういった車がよく目撃されておりますと、ヤンバル統一連、すごいですね。統一連、もう皆さんに説明する間もないんですけど、統一連です。はい、コンペイトーです。そしてよく見るとこういうことも書いています。大正区日本コンペイトー公園会コンペイトーですね。いや本当にこういったのばっかりが、まあ、沖縄に来てる。本当になんかね、この沖縄のこういった、基地の周辺の騒ぎには、こういった県外からの支援とか人間が入ってきて大騒ぎをしてる。そして結局本当の地元の人たちは大迷惑をしてるっていうのが現実ではないかなと私は思っております。はい、そしてこれもそうですね。
はい、これもコンペイトさん。これ今現職の市長さんを応援している車ですけど、はい、当然違法を返す、はい、そしてこれも昨日私が街中で見た、外線車、当然違法外線。その時にでもすごいこと言ってます。なんとね、こういう演説をしていました。自民党は1票100万円で買いに来ています。自民党は1票100万円で票を買いに来ています。市民の皆さん、こんな自民党を許せますかって喋ってるんですよね。私それびっくりしましたよ。はい、これね、美咲ちゃんよく見てみると、違法外線車だからここに選挙の許可証がないんです。表記も何にもない、ね、あります、はい、そして南に進むって書くと違法だから未来へ進むと書いて、うまく逃げてるつもり、うん、でも現職市長の名前をね連呼して、相手候補を散々にネガキャンをしているのがこの姿でございます、うん、はい、いやしかし本当にひどいですよ、はい、こうして雨に濡れながら喋ってて一人新聞読んでますね、はい、どこの新聞ですかね、はたはたかな、はい、まあ、こういった人たちがこの方をまあ応援をしているということでございます。そしてこれが街中でいただきました、はい、パンフレット、稲見に住むオール沖縄、もううさんくさいですね、これ見てびっくりしました。はい、これ市議選の補選に出てる方で足富さんという方なんですけど、この方なんと辺野古の違法テントに10年間に座ってる活動家なんですよ。ネクタイ縛っての初めて見ました。いつもざっくばらんな格好してテントに座ってるんですけど、10年間違法行為をしてる方が今回名護の、市議の補選に出ている、はい、これ事務所の前なんですけど、何ですかこれ、こんな人でも出れるんですね。これ福笑いですかね本当にこれ大丈夫かなと思いましたけどね。納豆のパッケージにこんなの写ってなかったですか。いや、おかしいです。そしてね、まあ、これを見ながらお話しますけど、今あるこの稲峰陣営の運動員が今名護にたくさん入ってます。それも県外の連中が非常に多い。3名1組で街を回ってる話をしましたけど、まあ、その中でですね、今とんでもない話が舞い込んできました。これ実際に訪問を受けた方から私のところに通報があった案件なんですけど、これ本当にびっくりしましたよ。こういう、ね、話をしてます。特に高齢者、おじいちゃんおばあちゃん年寄りのところを回った時にこう言ってます。戸口さんは、市議選の補選の候補者だから、市長は稲峰さんと書いて、市議のところには戸口さんと書いてあげてねと、いかにも戸口さんの味方をしているかのように言って誘導をする。いや、これすごいですよ、ね、そしてもう一つ、これもっとひどい。私たちも戸口さんを応援してます、だから投票用紙には戸口さん頑張ってねと書いてくださいと、名前だけじゃなくて必ず戸口さん頑張ってと、頑張ってまで書いてくださいって年寄りに言って進めてるって言うんですよ、はい、ね、味方をしてるふりして。これって本当にひどいですよ、ね、こっちは戸口さんの味方のところだ、支援者のところだっていう、そういう話をしちゃうんですけどね、まあ、こういったことを堂々とやって、そしてとんでもないことにこの猪俣東吾みたいな活動家が、ね、名護市内に入ってきてどんどん騒ぎをまあ起こしています。まあ、本当その動画の方もちょっと流したいんですけど、どうですか、スタッフの皆さん時間ありますかね。ないですか。ない、残念ですね本当流したかったんですが、それはまた次回にでも皆様に、お送りしたいなと思っております、はい、いやしかし本当に名護市長選挙、はい、今まさにその真っ最中でございますけど、本当にひどい違法行為がまかり通っております。相手候補への誹謗中傷、違法凱旋、そして明らかな公選法違反の個別訪問、そして嘘、はい、特に今のような、自民党が1人100万円で票を買いに来ている、戸口さんは、市議選挙の補選の候補者だから、
市長には稲峰さんと書く代わりに市議のところには戸口さんと書いてあげてねと。でもう一つ、お年寄りに戸口さんは今一生懸命頑張ってるから名前だけじゃなくて投票用紙には戸口さん頑張ってねと頑張ってねも必ず書いてくださいと。これ無公表になるんですよ。あ、そうなんですか。はい、無公表になります。票としてカウントされません。はい、市議選のところに書いてもカウントされません。戸口さんを応援しているように、ね、見せかけて実は無効票にしてしまおうという、もう本当にえげつない手を使っております。まあ、名護市民こういったことにはなかなか騙されないと思いますけど、ただね、あの前回の選挙ではジュゴン、今回はパンダ、ジュゴンかわいそうと言ってた人が今度はパンダかわいいって言って騙されないか、私これが本当に心配でございます。また投票日には、私の方も名護に入りましていろいろお伝えできればなと思っております。ということで本日の沖縄の声、これにて終了させていただきます。はい、皆様長々とお付き合いくださりまして誠にありがとうございました。ではまた来週お会いしましょう。ごきげんよう。